ブレットは、スロベニアのゴレンスカ地方に位置する市である。ブレットは、ドイツ王ハインリヒ2世が、市教、ブリックセンのアルブイにある分をオブブリックスンへブレットを授与した時に、初めて記述された。その後、1996年に、地方行政区画としての市になるまで、統治者が何人も変わった。左は、ブレット城、右は、教会ブレットは、 スロベニアを代表する観光地にもなっている氷河によりできたブレッド湖で有名である。湖のそばには岩でできたブレッド城がある。また、ドイツのクリームケーキが元となったクレムナレジナやクレームスニータと呼ばれるケーキでも有名である。ブレッドは温暖な気候のためヨーロッパ中の貴族が訪れていた。今日ではブレッドは幅広いスポーツ活動を享受する観光客の 中心地となっており、そして近隣の山を登山する人たちの出発地にもなっている。また、重要な会議が開催されることもある。ブレット島と聖マリア教会ブレット湖の中にはブレット島があり、プレターナと呼ばれるボート、カヌーなどで行く。ブレット島には聖マリア教会がある。聖マリア教会を訪れた人は、鳴らすと願いが叶う、という伝説がある鐘を鳴らそうとする。 しかし金を鳴らすためには、金と繋がっている紐をかなり強い力で引っ張らないといけないので、全員が鳴らせるわけではない。戦死時代の人間の痕跡が島に見られて、教会より前には、愛と繁殖のスラブ人の女神であるゼバの聖地があった。ブレット島は、教会への98段の階段があり、伝統的な結婚式では、新郎は神父を担いで98段を登ることになっている。 その間、神父はずっと沈黙しなければならない。ブレット湖周辺前景。ブレット湖の中にブレット島、ブレット島のすぐ左下にブレット城が見える。ありがとうございます。